水をイメージしました。なので色合いも、ブルーを中心にした少しこうくすんだ色なんですけれども、お花も水しぶきだったりとか雨が降ってるようなイメージをインスピレーションとしてデザインに取り入れた作品です。アーティフィシャル、結構いろんな種類のバラが出てきていまして、くすんだ色が流行ってましたんで、今回花材を見ていて、ちょうどこう雨の雰囲気というか水のイメージが使えるなと思いまして、でそれでこういった色合わせをしました。普通に考えると普通のお花生花だとなかなかない色合わせだと思いますので、非常に面白いものだと思います。こちらも生のお花ではなかなか使うことがないと思うんですけれども、メッシュ状の、リーフですね。でこれだと花留めとかができるので、結構こういったところにこう花を通したりとかできるので、とても今回の作品を作る上では、イメージが湧きやすかったデザインです。これを今回はここの器のところにこういうふうに曲げた状態を作って、それでここにお花を引っ掛けていけてみようと思います。ベースはですね、オペラのリースリング使うことにしてます。でここのガラスの器があるんですけど、この上にちょうどこう乗っかるような形になってまして、でそれでここに、アーティフィシャルを挿していってます。アスパラガスの葉っぱとかを普通の通常の硬い素材だとなかなか挿しにくいので、ワイヤーを一枚一枚かけなきゃいけないんですが、こういったオペラだとやはり柔らかいので、そのまんまボンドとかをつけながら刺していくことができるので、比較的作りやすかったと思います。アーティフィシャル、こちらも、バラとかお花の下の部分をフローラテープで巻いて、そこにこちらのワイヤリングをしたところにカールワイヤーを巻いて、それで、ちょっとこうキラキラ感を出していきます。雨のイメージなので少しこう光るものがあるといいのかなと思って、こちらを出ていきたいと思います。ちょうどこのリーフの隙間から花が刺せるので、すごくこうコントロールしやすいですね。でただリーフを刺しているところのオペラがとても柔らかい素材なので、重さのバランスを失敗してしまうとひっくり返ってしまうことがあるので、そのためにこう何本かこういうワイヤーだけのものをここに差し込んで、ここ部分部分を止めて倒れないようにしてます。リーフの部分をこうくっつけて刺してしまうと、どうしても浮いた感じじゃなくなってしまうので、少しこのリーフの部分から浮かして刺していくことで浮遊感的なものが出てきます。であとは白いこのワイヤーに合わせて、こちらも同じような色合いをすることで全体が馴染んできて、一つの作品として違和感のないように仕上げることができます。節句の場合だと柔らかい素材とかは一つ一つこうワイヤーをかける必要はあると思うんですけれども、ただ基本的にはどういった素材でもしっかりそのワイヤーを差し込んで止まるものであればいけると思います。ワイヤー差すごとにお互いこう動きにくくなってくるので、よりしっかりした形のものになる。この中にも入れることで硬い感じを外していきます。色合いは結構大事だと思います。こういうくすんだくすみ系の色合いっていうのはトーンというか色の濃さを合わせてあげることで、すごく雰囲気を作りやすいのと、あと柔らかいイメージをするためには色のコントラストですかをあんまりこう変えないようにした方がいいと思います。ここにオレンジとか入れたりするとちょっと雰囲気が壊れてしまうので、基本的な色合いはだいたい3種類ぐらいに限定してやると意外と作りやすい色合いになるかと思います。こういう濃い色なんかはなかなか難しいんですけれども、ねじめというか根元をこう締めるにはとってもいい色合いだと。全部淡い色だけだとすごくこう色が締まらなくなってしまうので、バラの色のインパクトがすごくあると思うんですけども、た
またこれも遠目に見ると色がこう点々になってしまってドットになりやすいので、色合いも少しこう固めたりとか離したりとかして、メリハリをつけることが大事だと思います。この色合いはこういうアーティフィシャルじゃないと作れない色合いかと思います。例えばこういった色合いのところにもこう生の花だとできないことがありまして、ワイヤーを引っ掛けて途中にこう浮かしたりすることができるんですが、これを試験管でやると少し重くなってしまうんですね。でバランスもとっても取りにくいので、やはりアーティフィシャルならでは の作り方ができるものなのかなと思います。それ土台をしっかり作らなきゃいけないので、土台の方がだいたい3時間ぐらいかかっていますけど、作るのはやはりあと差し込むだけなので最後は楽ですね。合わせてやっぱり 3,4 時間は見てると作れるかなと思います。土台を作ることでただ普通にいけるデザインが少しこうテーマ性を持ったりとかすると思いますので、やはり最初にどういったデザインをするかというのを考えてデッサンを起こしたりしてから作り始めると、コンセプトがはっきりできていい作品が作れるんじゃないかと思います。今回の作品はこのバラの色合いと、それからあとこのリーフがあったので、リーフの間にお花を刺したいのと、それから宙に間からこうお花が浮いてるような形を作りたかったので、そういう意味では、すぐイメージが出てきました。透けて見えるのがとっても大事だと思います。このリーフの間から中のお花が透けて見えるのがとてもいいかなと思いますので、やはりこういったものだとディスプレイとかですね、例えばお店のテーブルの上に飾ったりすると目を引いてインパクトとしてはすごくいいのではないかなと思います。高さがあるので秋口までは全然いけるんじゃないかな。アーティフィシャルフラワーは、生のお花ではできない表現ができますので、空中にお花を浮かしたりとか急いで準備しなきゃいけない場合のベース作りとしてとても役に立っています。生花と組み合わせたりすることもよくあるので、そういった場合も、いろいろなものと組み合わせてやれる時にはアーティフィシャルフラワーっていうのは非常に便利です。現在は個人で活動している以外にも F5+ っていうグループを活動の一つの拠点として置いてまして、デザイナーの仲間たちといろんな場所で展示会とかデモンストレーションとかそういったものをやっております。これからもいろいろな場所で、お花を通していろいろなデザイン活動や創作活動をしていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。